かかみがはら鉄道 K1B 型電車。かかみがはら鉄道 K1B 型電車。かがみはら鉄道 K1B 型電車は、現在の名鉄かかみがはら線を付設、運営したかかみがはら鉄道が、同社路線の開業に際して1925年、大正14年に導入した電車、制御動車である。形式称号は、キロバイト1系及びキロバイト型、または、単に1型とも呼称された。 形式称号の k 1 b e キロバイト1は K が鏡ヶ原を B が二軸ボギー構造を E がイングリッシュエレクトリック製の伝送品を搭載した車両をそれぞれ意味し鏡ヶ原鉄道の親会社であるミノ電気軌道ミノ電の保有車両における形式称号付与基準に類似したものである当時のミノ電における最新型車両であった BD505K 後の名鉄も5 2 0系に類似した、全面を丸妻5枚窓構造とした、木造車体を備えるが、主要機器については、BD505 型が直接制御車であったのに対て、K1B 型は総括制御に対応した、電動カム軸式の関節自動制御機を採用するなど、製造当時における最新仕様を取り入れた車両として設計された。1925年、 大正14年3月に、K1B 型1から8の8両が落成し、製造はいずれも、日本車両製造本店が担当した。K1B 型以下、本形式は、後年の各見ヶ原鉄道の現、名古屋鉄道、名鉄の母体事業者である名機鉄道への、吸収合併に伴う車席継承及び、形式称号改定を経て、1965年、 昭和40年まで在籍した。車体長 12,166mm、車体幅 2,490mm の木造車体を備え、床下には構え台補強用のロラス棒を設置する。前後つまはいずれも大きな円弧を描く、丸つま形状で5枚の前面窓を均等配置し、つま下部より構成の大枠端量が露出した構造とした。 側面には 838mm 幅の片開け客用扉を片側2箇所廃止、客用扉間には楕円形状丸窓の戸袋窓と 711mm 幅の一段落とし窓構造の側窓を計8枚それぞれ廃した。側窓は 57mm 幅の窓間柱によって区切られた2枚の窓を 305mm 間隔で計4組、設け、 側面窓配置は DE222 度 D 客用扉 E 丸窓各数値は側窓の枚数である。車内はロングシート仕様で車内天井部には白熱透式の車内照明機器と吊り革を設けた。制御装置はイングリッシュエレクトリック M-15C 自動加速制御機を採用し、手電動機は同じく。 イングリッシュエレクトリック製の DK-30、C 直流直巻電動機、低格出力 60PS を採用、吊り掛け駆動方式、歯車比4.60で1両あたり4機搭載した。台車は、ボールドウィンロコモティブワークス社開発の、ボールドウィン A 型台車を原設計として、日本車両製造が模倣製造した、日車ボールドウィン系あるいは、 ひぐるま b w と呼称される、蛍光組み立て形釣り合い両台車、固定軸間、距離九八十一ミリメートル、車輪径八百六十四ミリメートルを装着した。制動装置は連結運転を考慮して、SME 非常直通空気ブレーキを採用、前後つま面には、波形自動連結器を装着した。また、終電装置として当初トロリーポールを前後各一機ずつ、 搭載したが、高年量計パンタグラフへ換装された。1926年、大正15年に1月の同社路線開業に際して運用を開始した。当初は前日の通りトロリーポール終電方式で落成した本形式であったが、1931年、昭和6年に終電装置のパンタグラフ鏡され、同時に歯車比を3.66へ変更して、 中高速域の加速特性の改善が図られた。1930年昭和5年8月20日付で、美ノ電が明機鉄道へ吸収合併されたことを受けて、各見ヶ原鉄道は明機鉄道の参加事業者となった後、1935年昭和10年3月28日付で明機鉄道へ吸収合併され、本形式も明機鉄道へ提唱され、 当初は原形式、原番号のまま運用されたが、明域鉄道と愛知電気鉄道の対等合併による、原名古屋鉄道の成立後の1941年、昭和16年に実施された、形式称号改めに際して、新たにも450系の形式称号が付与され、記号番号はも451対も458、も451も452も455は、 初代と改められた。合併後も主に、鏡ヶ原鉄道線、改め鏡ヶ原線において運用されたが、沿線に、日本陸軍の鏡ヶ原飛行場など軍事、関連施設を数多く有した、鏡ヶ原線は、太平洋戦争、第二次世界大戦中の空襲によって、人大被害を被り、道路線区において運用された、本慶式桃451。 初代も452、初代も455、初代も458の4両が、戦災により被災消失した。同4両はいずれも、木造車体を申請して復旧されたが、申請された車体は、前面が従来より、平面に近い丸妻形状の3枚窓構造となり、妻面の円弧形状が緩くなったことに伴って、妻面と側面との接合部が、 暗い側へ移動したことにより、寸法的な余裕が生じた側面車断部と客用扉の間に乗務員用の強幅窓を新設し、側面窓配置は 1D3223D1 と変化した。また、客用扉の上辺が3400系などと、同様にアーチ状に曲線形状を描く特徴的な形態に改められた。終戦直後の混乱期における、 国鉄63系電車の割当て車両である3700系、初代の導入に伴う、地方施設への車両教室の一環として、も451、初代も455、初代も458の三両が、山形交通、小道鉄、神原鉄道の3社へそれぞれ譲渡された。名鉄に残存したも452、 初代も453も454も456も457の5両については、各見ヶ原線のほか大曽根線、現、小牧線において運用されたが、1948年、昭和23年6月にも452、初代を、上4両が、従来四輪単車のみによって運行されていた、伊び線系統へ転属した。これは、道路線の利用客増加に伴う、 車両増備のほか、1950年、昭和25年4月の谷組山家門寺における、戦後初の御開帳を控え参拝客による混雑が想定された。谷組線の輸送力増強を目的として、520型、530型など、いび線形等に在籍する、間接自動制御仕様の四輪単車格形式と、同一の M-15C 制御装置を搭載する、 本形式が点対称に選定されたものである。翌1949年、昭和24年に実施された形式称号改定に際しては、本形式は形式称号についてはも450形のまま変更されなかったものの、前述車両譲渡によって生じた、空番を解消する改版はも453.454を除く3両を対象に実施され、 記号番号がも451から455、も451も452も455は2台に再編された。1949年、昭和24年10月には唯一鏡ヶ原線、大曽根線に残存したも455、2台も、伊比線系統へ転属し、本形式は全車とも、伊比線系統に集約された。翌年、 昭和25年4月から同年5月にかけての五会長輸送においては、全形四輪単車各形式と比較して収容力の大きい二軸ボギー車である本形式は主力車両として運用され、五会長輸送終了後は主に朝夕の通勤通学時間帯において運用された。後年、本形式全車を対象として外反に後半を張る、簡易化が施行された後、 1962年、昭和37年12月にも455、2台は、層を解除して制御社2250系、3台2251と、形式称号及び、記号番号を改めた。その後、瀬戸線などから転用された、反抗性車体の各形式の指線への導入に伴って、1965年、 昭和40年5月10日付でも452、2代、もう454区2251の3両が除籍された。残るも451、2代も453は1965年、昭和40年5月に、伝送解除されて制御者、区2150系、2台2151.2152と、形式称号を呼び、記号番号を改めたが、 二両とも改造竣行から約三ヶ月後の1965年は40年8月24日付で除籍され、各見ヶ原鉄道 K1B 型を由来とする各形式は全廃となった。なお、も452、二台も454及び、区2251については、廃車後北陸鉄道へ売却された旨名鉄側の記録に残されているが、詳細は不明である。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。